お題の方お題の方慶長7年8月28日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての女性。松平広忠の性質で、徳川家康の母、晩年は伝通院と称した。実名は、王、または、太子、大。なお、加永3年10月29日21位の増位があり、その一期では、意味なお、王語としている。 小川城氏の伝通院お題の方が、菩提寺に定めた、善道寺、松平広忠との離縁後に住んだ椎の木屋敷にある、お題の方有意処置の非協力元年、尾わ国地多軍の皇族、水野忠政とその妻、慶陽院の間に、忠政の居城小川城で生まれた。父、忠政は、小川からほど近い三河国にも、所領を持っており、当時三河で勢力を振るっていた。 松平清康の求めに応じて、お富の方を離縁して、清康に嫁がせ、松平氏と、さらに友好関係を深めるため、天文十年に、お台を清康の後を継いだ、松平広忠に嫁がせた。天文十一年十二月二十六日、お台は、広忠の長男、竹千代を、岡崎城で出産した。天文十二年二月三日、三河国明神寺に、 薬師如来の銅像を奉納して、竹千代の長生きを記念した。忠政の死後、家徳を継いだ、お代の兄、信元が、天文十三年に、松平氏の主君、今川氏と絶縁して、お出しに従ったため、お代は、今川氏との関係をもんっぱかった広忠により、離縁された。実家、水野市の三河国刈屋城に返され、市の木屋敷で暮らしたとされている。お代は、 天文16年には、信元の遺行で、千田軍は古居城の城主、久松利勝に再下した。これは、利勝がもともと、水野氏の女性を妻に迎えていたが、妻の死後は、水野氏と松平氏の間で奇数が定まらなかったため、松平氏との対抗上その関係強化が理由と考えられる。利勝との間には三男三女を設ける。また、この間にも、 家康と恩心を絶えず、取り続けた。永禄三年の桶狭間の戦い後、今川氏から自立しを田しと同盟した家康は、年勝とお題の三人の息子に、松平聖を与えて、家臣とし、お題を母として迎えた。天正三年十二月、お題の兄の水野信元が無本を疑った、織田信長の命令により、家康に殺され、水野家は一時滅亡した。この時、 真相を知らずに家康の下へ信元を案内した、久松敏勝は引退してしまう。また、家康の下へ行かずに、尾張国の旧正家の所領を継いで、織田家に仕えていた、久松敏勝の子、久松信年も信長に無本を疑われて大阪四、天皇寺で自害し、所領は没収された。お題は、敏勝の死後、敏勝菩大寺の安楽寺で提発して、伝通院とこうした。 天正十二年の小牧、長久手の戦い後、この松平定勝が、橋場秀吉の養子になるという話が浮上したが、強く反対し、家康に断念させた。慶長七年には、高台院や御用税天皇に拝越し、報告神社にもお出て、徳川氏が豊臣氏に適意がないことを示した。同年八月二十八日、家康の滞在する元。 京都府京都市伏見区の山城伏見城で死去。遺骨は江戸小石川の伝通院に埋葬された。法名は伝通院でに光だけを踏まれともみつ。なお、お台の出生地、東浦町は彼女を記念して、小川の地にお台公園を整備し、毎年お台祭りを模様している。テレビドラマ、ありがとうございます。